心にイルハートはい、というわけでですね、今月も電撃プレイステーションさんカリーライターのイルハートが紹介をしていきたいと思います。いやもうカリーライターって何よ、どうしちゃったのよと思いのそこのイルハートの皆さん、なんとですね、今回イルハートが電撃プレイステーションさんでライター体験をしてきました。バチ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 。はい、まあその様子はね後で報告しちゃうのでお楽しみに。ということで、まあともかくね、今月も電撃プレイステーションさん9月号紹介していきたいと思います。電撃大好き。今月号の表紙はこちら。ドク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 じゃーん。イースナインモンストルムノックスが表紙です。いやイルハートね、前作はね実況をやらせてもらったんですけれどもね、今回もとってもとっても期待しております。これもあのあれでしょ、実況できたりとかしないんですかね。イルハートが今回電撃イルハートのねライターのお仕事に挑戦したお話をしていきたいと思います。え、いやあれよ、あの動画の後に今回の記事を全部貼り付ける方式とか。もうそれならですね、まずは電撃ネプの会のお話。じゃか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 じゃーん。この号でも電撃ネプの会はボリュームアップで掲載しております。そして始まった読者応募型の新コーナー教えて女神様がかなりかなり愉快なことになっているので刮目してください。そしてですね、なんと今回はツナコマンガコラムを執筆してるのでね、皆さん絶対見てみてください。というわけでね、まあイルハートがライターとしてね、あ、次はこのお話。じゃか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 じゃん。電波姉妹では4コマのほか、今月号もフィギュア付き OVA ブルーレイの電撃スペシャルパックを紹介。ついに添い寝シーツのイラストが完成。電撃屋ではこのほか購入特典としてタペストリーやポストカードが付属します。ぜひご予約は電撃屋で。別のコママの話ないじゃないですか。うるせえって。え、それでも運営ですか。あ、はい、次はですね、次はとうとう電撃イルハートのお話。では次でいきましょう。ジャカ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 ジャン。いやこれなんか一部以外ほぼモザイクかかってるじゃないですか。これ今言えるの、あのイルハートが電撃プレイステーションでライターのお仕事しましただけ。はいはい、まあ、とにかくですね、あのモザイクがかかっていないイルハートが語るネプテューヌの魅力その1。見て、ほら見て。そう、こんな感じにねイルハートを頑張って書いてるんでね、あのあれです、続きは買って読んでください。今月号もイルハートの皆さんぜひぜひ買ってください。バイバーイ。何ですか、イルハートがたくさんお金があったら何がした。それはあれですよ、まあね、誰しも夢見ると思うんですけど、あのね、あれがしたい、焼肉屋を店ごと